さん。はい。前節アルバルクね、まあ、悔しい敗戦でしたけども、今日はどんな気持ちで臨んだんですか。いやもう連敗だったんで、相手が怪我とか関係なく勝ててよかったと思います。開幕で連敗した相手にどんな対策というかバスケットしようと思って。いやもう負けたから借りを返すっていうだけじゃないですかね。まあね、怪我人で誰かいないとかいろいろあると思いますけど、勝負事なんでしっかり、とりあえず1試合返せたのはいいですね。まあ明日頑張るだけです。もう1試合、はい。特に今日3クォーターは渡辺選手得点でチームの勝利に貢献したと思いますけども、ご自身のパフォーマンスに関してはどうですか。まあ、2試合ぐらいあんまりこう振るわない時間があったんで、時間じゃない、振るわない何だろう、試合が続いたんで、まあ、思い切り打ててよかったですね。明日も群馬と対戦ありますけども、意気込み聞かせて。いや、もうさっき言った通り2連勝して、開幕の2敗をの借りを返せればいいなと思います。最後にお正月ですけど、たくさんブレックスファン来てくださってますけども、ファンの皆さんにメッセージ。そうですね、まあお正月から試合あるということで、なかなかブレックスのね、ファンの方は馴染みないかもしれないですけど、まあ、近くで見に来れる人も多かった、なかなかすごいファンの人多かったんで、まあ、それはすごい後押しになってよかったと思うんで、また明日勝てるように頑張りたいと思います。はい。